フランペットはトランペットとフリューゲルホルンの構造と音色を合わせ持つハイブリッド型金管楽器である。フランペットはデイビッド・モネットによってアートファーマーのために考案され、現在モネテによって生産中である。フランペットはビークダである。フランペットは1989年に設計され、トランペットとフリューゲルホルンの両方の3本ピストンバルブ設計を着用し、 トランペットと同じ楽器調を共有している。フランペットの末端の曲面は羊飼いの杖と似ている。マウスピースはわずかに先細になっている円錐型で、極端に先細でボール型を作るトランペットのマウスピースとは異なる。フランペットの音はフルーゲルホルニよりも厚く、豊かで、トランペットよりも甘く、マリーと形容される。 その創作の間、金属細工士のデイビッド・モネットは、その有用性を究極的には保つが、設計の障壁を壊す楽器を作り出したいと思った。フランペットは、暖かさと鋭いアタックの両方の能力を持ち、フリューゲルホルンによって生み出されるより、柔らかな音を生かしすが、トランペットのより親しみのあるより硬い音色を生み出す、こともできる、評されてきている。音色は、 フリューゲルホルンの特徴を持つが不安定さからはほど遠いと評されてきた。フランペットはコルネットの応答性を持つが音の質はより広くより深い。アートファーマーの装飾されたフランペットアートファーマーとジアートファーマーセプテットの作品で人気を得たフランペットの音色はファーマーの録音シルクロードで聴くことができる。ボストン公共楽団による年の 公演でチャールズ・シュルーターはマーラーの公共曲第3番の郵便ラッパ独奏の代わりにフランペットを演奏した。ファーマーはハイドンのトランペット競奏曲でもフランペットを使用した。映画音楽作曲家、音楽家のマーク・アイシャムは1997年の映画アフター・グロウのためのサウンドトラックでフランペットを演奏した。ありがとうございます。